多勢に無勢か。よし、決めた。加勢しよう。ここに来て初めて見かけた人間だし。ね。とりあえず、あの武器の射線に入らないよう注意しながら、敵の包囲を外から切り崩すか。亜獣の注意を引きつつ、木を見て群れの真ん中を突破し、あの女の子と合流。これで行こう。せっかく話のできそうな人が見つかったんだ。この機会を逃す手はないよね。さあ、魔獣ども。お前たちの敵はこっちにもいるぞ。はあ！ちょっと緊張するな。魔獣を倒しつつ、あの女の子と合流するぞ。切りたく。これ。くぶけ。数が多いな。一旦迂回しながら周りの敵を順番に倒していこう。これ時間かかっちゃうけど、あなたのところに魔獣を引き連れていくのに間違いなく倒したよ。敵だよ。役に立つといいけど。システム攻撃、広がれ。突き刺せない。敵だよ。
見せる時だな。やったね。いい調子だね。やったね。いい感じだ。敵がひるんだ。ここで一気に囲みを突き切って。まずい。彼女が飛び出してくる瞬間と勝ち合ってしまった。これじゃあまるで僕が剣で襲いかかろうとしたみたい。うぎゃー、やっぱり敵だった。待って、誤解なんだ誤解。来るな。参ったな。話を聞いてもらえそうにない。仕方ない、ちょっと強引に行かせてもらうよ。エンハンスアーマメント。何これ、機動力では勝てそうにないからね。逃げられても困るし、とりあえず地面と足を凍らせ。待った、もう戦う気はないから、その武器を下ろして。凍結弾ってわけじゃないよね。こんなの GGO では見たことない。もしかして魔法？なんだか妙な剣持ってるし、私 ALO の世界にでも迷い込んだ？何を言っているのかよくわからないけれど、君、名前は？レン。手洗い真似をしたのは謝るよ、レン。でも危害を加えるつもりはなくて、ちょっと話がしたかっただけなんだ。話？つまり気づいたらこの世界にいて、ここがどこなのかよくわからないと。だからこの辺りのことを教えてほしいんだ。近くに町や村がないかとか。悪いけど役に立てそうにないな。だって私も全く同じ立場だもん。友達ともはぐれちゃったし。そうか。ねえ、君さえよければしばらく一緒に行動しないかい？危険な魔獣もいるようだし、ここはお互い手を組むのが得策じゃないかな。そうだね、協力しよう。ありがとう。まだ僕の名前を言ってなかったね。僕はユージオ。よろしく、レン。
セントラルカセドラルを登っていたというのは覚えてるんだ。ただそこで何があったのかは記憶がはっきりしない。でふと気づくといつの間にか一人でここに立っていた。そのセントラルカセドラルっていうのは町の名前か何か？氷教会の中枢である巨大な塔で王都セントリアにあるんだけど、聞いたことないかな。うん、全然ごめんね。そうか、何のゲームの話だろう。ファンタジー系？私あんまり詳しくないからな。フカだったら何か知ってたかな。本当はこんなことをしてる場合じゃないんだ。アドミニストレーターに打ち勝ってアリスを、いや焦っても仕方ないか。何かのイベント中だったのかな。なんか役作りにどっぷりハマっちゃうタイプ。まあ悪い人でもなさそうだけど。君の方は何かこんな状況になった原因とか思い当たるかい？町の近くで友達と狩りしてたらいきなりこんなところに移動してて、正直何がなんだかさっぱり。私は急ぎの目的があったわけじゃないけど、友達のことはちょっと心配だから、できれば早く再合流したいな。友達思いなんだね。無事だといいね。彼女が何かやらかしていないか心配で。あ、ならまずは人里を探して。人の声がしたね。あー、もう来るな来るな来るな。これはちょっと逃げ切れないな。覚悟決めて戦うしかなさそうだ。とは言うけどさ、あんたこの数を相手にする自信あんの？戦うってのは行為や結果じゃなく意思なんだぞ。自信があろうがなかろうが、抗う気持ちさえあれば戦えるさ。アラゴって、まあ要は戦う気があっても強さは別問題ってことなんだが。ちょっといいこと言うなと思ったのに。知ってるだろ、俺っちは情報屋、特技はハイドとスニーク、正面切っての戦闘は専門外。ま、死にたくないから全力は尽くすけどな。ああもうなるようになれ。ほーらモンスターどもかかってこーい。そこの二人手を貸すよ。協力してこの魔獣たちを追い払おう。こちらに合わせて動いて。アルゴ、あの二人と合流するわよ。了解だ、まずは目の前のモンスターからだな。俺っちの出番だな。よろしくね。
僕はユージオで、この子はレン。ありがとう。私はリズベット、こっちはアルゴ。とはのんびり自己紹介してる場合じゃなさそうだ。まだまだモンスターが集まってきてるぞ。ここで戦ってたらいい標的だよ。安全そうなとこ探そう。敵がいたぞ。くらえ。油断したな。どうだ。敵発見。やばいのに出会ったな。今だ。無断したな。どうだ。どうだ。向かうんだ。考えても仕方ないよ。とにかく敵がいないところに移動しなくちゃ。
むふむ、なかなかいいんじゃないか。助かった。一時はどうなることかと思ったよ。ありがとう。レンとユージオだったわね。改めてだけど、私リズベット、メイス使い、本業は鍛冶師。俺っちは情報屋のアルゴ。火星が間に合ってよかったよ。無事で何よりだ。もう周りに魔獣はいないようだね。少し休もうか。やっぱりみんな同じなんだね。気がついたらここに飛ばされていたと。一体何が起こってるのかしらね。ねえアルゴ、何か気づいたこととかない？こうみんなが何もわからなくて困ってる時って情報屋の腕の見せ所じゃないの？無茶ぶりはやめてくれよ。突然こんなことになって俺っちも面食らってるんだからさ。ただ少しずつでも情報は手に入れていきたいところだ。レンちゃんのその装備 GGO のだな。うん、私は ALO やってたんだよね。狩りしてたら突然ここに飛ばされた。 ALO と GGO のプレイヤーが共に巻き込まれてるってのは、異常の影響がザ・シード・ネクサスのかなり広い範囲に及んでいるということだろ。で、何が原因かって話なんだが、実はこうなる少し前、ガラクシアのサーバーに異常なエラーが出てたらしいんだ。まあ、ガラクシアは知ってるか？ふか、友達から何か聞いたような。最近、ザ・シード・ネクサスのいろいろな VR ワールドに実装された拡張機能だっけ、過去のことをものすごくリアルに再体験できるとかいう。私はリーファにちょっとやらせてもらった。難しいことはよくわかんないけど、つまりガラクシアのせいでこんなことになってんの？証拠も根拠もないからまだ何とも言えない。ただあの機能ちょっとうさんくさいんだよな。システムが完全非公開のブラックボックスだし、依頼を受けてとあるソフト会社が開発したんだが、なんでもそのクライアントがどこの誰だか全く不明なんだとか。ユージオさん？ん？ああ、ごめん。ちょっと考え事してた。おそらく、僕は全く異なる別世界に来てしまったんだな。彼女たちの会話には、未知の用語や概念が多すぎる。レンの武器と防具も、僕の知っている鍛冶師や細工師では作れないようなものばかりだし。はあ、参ったな。つまり、今度は僕がベクタの迷子。キリトもこんなに心細かったのかな。キリト？うわ、びっくりしたわ。あ、ごめん、大声出しちゃって。あ、それよりユージオ、今キリトって言った？キリトってあのキリト？どのキリトかわからないけど、僕の知ってるキリトは黒い髪、黒い目をしたアインクラッド流の剣士だよ。アインクラッド？じゃあやっぱりキリトだ。うん、その可能性が高そうだ。世の中狭いもんだな。君たち、キリトも知り合いなの？もしかして彼もこの世界に来てるのかな？それはどうかわからないけど、来てるなら合流したいわよね。キーボーってこういうわけのわからない状況ほど力を発揮しそうな気がするんだよな。ああ、それよくわかるよ。時々すごい決断力と底力を発揮するよね。こういう時にいてくれたら頼りになるだろうな。あれ、なんだか私だけ蚊帳の外。We'll be right back.
もちろん、さまざまな規約が存在しています。ユーザーの皆さんの安全が第一ですし、ガラクシアだけでなく VR 対応のソフト、ハード、全てに言えることなのですが、五感に干渉できるからといってユーザーのありとあらゆる感覚を自由に操れるというわけでは。でもそれは倫理上の理由からあえて制限しているのでしょう。逆に言うと技術的にはそれ以上のことも可能と。違うかしら。それは、はい、その通りですけど。別に非難しているわけではないのよ。むしろ逆。人の感覚というのは非常に繊細で、しかも個人差が大きいものだわ。にもかかわらず万人に意図通りの刺激を与えることが可能な機構というのはとても興味深くて。ねえお兄ちゃん、ブイネラさんって脳や VR の研究者とか技術者なのかな。まあそういう仕事をしていたと言えなくもない。完全に順応してるな、アドミニストレーター。すぐに俺たちより詳しくなってしまいそうな勢いだ。知識に貪欲で、しかも理解が早い。だからこそアンダーワールドであれだけのことを成し遂げられたんだろうけど。というかクイネラ、そのくらいにしとけよ。ネージは困惑してるだろ。キリトさん、大体あんたが最新技術の話題に食いつくのって不穏な予感しかしないんだよ。何に応用するつもりなのやら。あら、心外ね。純粋な好奇心よ。どうだか。で、あれ、なんか風花が向こうで手を振ってる。何か見つけたみたいですね。行ってみましょう。だよその目はよ。檻に入っているクラインを見る目だよ。おお、知り合いだったんだ。何をやってるのクラインさん。いや聞いてくれよ。知らない間に風林火山の連中とはぐれちまってさ、一人でうろついてたら宝箱を見つけたんだよ。そしたら上から檻が降ってきやがってよ。トラップか。即死系じゃなくてよかったな。これ外から壊せるのかな。破壊可能オブジェクトだね。ちょい耐久力はあるけど。安心しなよクラインさんとやら。これならみんなで。あ、どうしたのキリト。いや、この手のトラップについてなんだけど、例えばさ、ダンジョン内のダメージ系や即死トラップは侵入を阻む障害になってるだろ。じゃあこういう生け捕り系のやつはどうだろう。どんな役割があると思う。ああ、おとりね。おとり？仲間が捕らえられれば助けようとするでしょ。まあそうだよね。つまり一人捕らえることでより多くの人間が集まってくる。すなわち獲物が増える。一定以上の知能を持つ魔獣ならこのくらいは考えそうね。だな。とするとこの後の展開は。モンスターです。四方から殺到してきます。おい、頼むぜ霧の獣王。任せてくれ。今回は私に協力してもらうわよ。無茶しないようにね。
ラインが攻撃されないよう分散して敵を倒すぞ。すまねえな、みんな頼んだぜ。よし、この結果だな。返せた。
貸し一つな。お、すまねえな。男クライン、受けた恩は絶対忘れねえ。ところでキリトさん、あ、このお嬢さん方は。そっか、風花にねえじゅ。あんたらもありがとな。うん、無事でよかったな。そして、クイネラさんとおっしゃるんですね。美しいお嬢さん、あなたの凛々しい戦いっぷり、このクライン心から感服いたしました。クラインさんって定期的にテンションおかしくなるよね。普通にしてたらいい人なのに。ああ病気みたいなもんだしな。ああ華麗に敵を蹴散らすその姿はまるで伝説の戦乙女のよう。例えるなら戦場に咲いた一輪のバラ。前にも聞いたわね、それ。え、褒めたたえるのはいいとして、言語感覚がチュデルキンと大差ないのはいただけないわ。もう少し精進なさい。どっかでお会いしてましたっけ。あなたのような方にお会いしてたら忘れるはずが。あ、ちょ、クイナラさん、クイナラさん。面白い人だな。面白がっちゃ悪いですよ、風花。さて、先に進むか。確かに周りの様子が変だなとは思ってたけどよ。そっか、そんなことになってんのか。元に戻るまでどのくらい時間がかかるもんなんだ。見当もつかないな。こんな不具合前代未聞だろうし。ネージュちゃんたちにもわからねえのか。開発関係者なんだよな。と言っても私の役目はあくまでサポートですし、風花は風花でテストプレイヤーという外部協力者でしかないので、テストルームに常駐してるスタッフさんはいるはずなんですけど、システム障害のせいでここからは連絡が取れません。マジか。すみません、お役に立てず。いや、悪い、責めたわけじゃねえんだ。責任感じなくていいって。ピンチな時ほど明るく明るくな。はい。そういえばテストプレイヤーってどんなお仕事なの？一般的にはプログラムが使用通りに動くかどうかの検証ですね。実際に使ってみて不具合が起きないかを確かめます。ただ私の場合はちょい特殊なんだ。あ、風花さん戻ってきた。どこに行ってたんだ？ちょっと先の様子を偵察に。と言っても見渡す限りずっと草原だったけどね。ということはこの先まだまだこの変わり映えのしない景色が続くということね。飽きたわ。そろそろ町か村が見えてきてもいいような。やっぱりこれマップそのものが大きく変化しちゃってる。あんまり考えたくないけど、そう思っておいた方が良さそうだな。まあどこかに行き当たるまでこのまま進むしかない。飛竜がいればひとっ飛びなのに。うーわ、不機嫌そう。風花の話が途中だっけ。何が特殊なんだ。ああ、少しばかり変わった体質なんだよ私。
過剰適合って言葉知ってる？聞いたことあるような。あ、 VR に対する適性の話だっけ？そう、広い意味では FNC フルダイブ不適合に分類されるんだけど、適合が不完全なんじゃなくて、適合しすぎたせいで開発側が想定した以上の能力を発揮しちゃうって症状。想定した以上というと？VR 世界に存在するものって本当は全てデジタルデータですよね。例えばそこに生えている木や草とかも、これはデータに対して人間の視覚では木や草として認識されるような処理を行っているわけです。そのあんまりいい言い方じゃないですけれど、ある意味ごまかしてるというか。でも風花は体質的にそのごまかしの先を見通せます。木ではなくオブジェクトの生データとして捉えることができる。ゲームではナビゲーション AI がモンスターやフィールドのデータを解析して教えてくれることがあるけど、つまり人間なのにそれと同じような真似ができてしまう。そういうことね。へえ、すげえじゃねえか。ナチュラルなチート能力だな。そっか、それでさっきクラインさんを閉じ込めてた檻が破壊可能オブジェクトだって一瞬で見抜いてたんだ。実際には見抜くっていうよりもう少し感覚的なもんだけどね。それにそこまで便利な体質でもないんだよな。例えばゲームなんかは素直に楽しめない。あれやこれやがデータとして認識されてしまうもんだから、風景やキャラのグラフィックがいくら綺麗に作り込まれていても普通のプレイヤーみたいに堪能できないし。風花のはかなり顕著で珍しい症状ですけれど、データを五感に変換する過程がうまくいかない人はたまにいますから。ガラクシアを作る際、開発部も対処を研究していたんです。そうそう、開発の初期から関わってたからかなり長い付き合いなんだよ。だから心配だし早く戻って状況を確認したいんだけどね。そういや、一つ言い忘れてた。この先確かに草原がずっと続いてるんだけど、その向こうにちょっと気になるものの姿が見えたんだ。気になるもの？何この声。魔獣かしらね。おそらく相当に巨大な。どうするよ霧の爺。おかしくなってるとはいえ ALO の世界なんだ。強力なボスモンスターがいても不思議じゃない。ただ強敵であればあるほど見返りも大きいってのが相場だ。アイテムを得たり新たな道が開けたりな。ここは慎重に準備を。殺すわ。お前たちついてきなさい。言うと思ったよ。人暴れするか。気合い入れろよ霧の爺。キリト君、無茶しないようにね。今回は私に協力してもらうわよ坊や。よし、ここは一丁クライン様が。油断するなよクライン。みんな注意して進もう。
ミッション開始。装備アイテムだ。装備してみよう。敵だ。敵だ。敵だ。ミッション開始。知らぬか。飛ぶわ。連続攻撃だ。チャンスがあれば叩き込む。ここの敵を全滅させるぞ。全滅させない。ナイス。降りるわ。役に立つかな。クエストクリアだ。やったな。
なかなかいい結果だ。扉だな。さっきのボスモンスターはこれを守ってたんだね。どっかに通じてるのかな。キリト君、これ似てる。似てるって何？ガラクシア。ほら、前に私がみんなを集めた時、最大限の世界に出入りするのに扉を通ったでしょ。これは多分出口じゃないかな。つまり今俺たちがいる空間が実はガラクシアによって作られたものだったってことか。で、俺たちは今までそこに囚われていた。これが出口だとしてどこに出ることになるんでしょうか。悩んでいるだけじゃ何もわからないの。進むしかないでしょ。確かにな。これは見事な景色だな。宇宙の中に浮いてるみてえだ。でも私たちの知ってる ALO の世界とは全然違う。どうしてこんなことになっちゃってるんだろう。まさかあの光点の一つ一つがガラクシアのシステム以上で作り出された VR ワールドってことなのか。大きいのから小さいのまで無数にあるけど、こんな状態でテストルームの場所を特定できるのかな。風花のその過剰適合ってので目的地を見通したりとか。無理、そういう便利能力じゃないし。目の前のオブジェクトはちょっと変わった見え方をするという程度のものなので。そっか。どうするよ、キリノジ。あのキラキラしてんの一つ一つしらみつぶしに回るか。さすがにそれは勘弁してほしいな。歩くのにも飽きちゃったわ。一気に転移できないのかしら。ねえ、これから何をするにせよちょっと休憩しない？いろいろ起こりすぎて私頭痛い。まあそうだな。ただ周りの景色が壮大であんまり気は休まらないんだよな。風花、フラフラしてると危ないですよ。平気平気、ちょっとその辺漂ってる VR 空間を覗いてるだけだし。広さはいろいろ、小さいのはアパートの一部屋分くらいの大きさからかな。どっかにいい感じの。あ、ねえみんな、ここ一休みにいいんじゃない？なんかおしゃれなコテージみたいなのがあるよ。コテージ？建物の種類で寝泊まりできる小さな家って感じかな。ゆっくり休める場所があるならありがたよな。どれどれ。お？あ、キリト君、ここって。俺たちのログハウス。知ってる建物なんですか。ああ、間違いない。ALOで俺たちがたまり場にしてる場所なんだ。そうか、ここは無事だったんだ。よかったね。なんていうか、馴染みのある場所だと心の安らぎ方が違うよな。しかし
こんな状況でここをあっさり発見できるなんてついてんな。はいはい、見つけたの私。お、ありがとな、風花。じゃあここでしばらく休んでいくか。この先の探索にも拠点として使っていこう。賛成。もしかしたらアスナも巻き込まれてこの世界のどこかにいるのかな。だとしたらどうにか合流できれば嬉しいんだけど。